ワイヤーやペンチの扱いに慣れたら、ワイヤーを立たせて土台を作りましょう。まず、何本の足で立たせるかを考えましょう。一本足はそのままでは立ちません。ワイヤーを長く残して直角に曲げ、曲げたところが中心に来るように大きな輪を作ります。ワイヤーの形を整えるとまっすぐに立ちます。輪の部分の形は三角でも四角でもよいので、立たせたいワイヤーが中心に来るようにしましょう。2本足もそのままでは立ちません。先の部分を曲げて、人の足の裏に当たる部分を作ると立たせることができます。3本足はワイヤーを巻きつけて作ってみました。3本足は足を開くだけでしっかりと立ちます。一番安定しています。4本足はワイヤーをねじって作ってみました。これも開くだけで立ちますが、足が1本浮き上がって安定しないことが多いので、長さや形を工夫する必要があります。まずはやってみたい方法で立たせてみて、うまくいかなければワイヤーを切ったり付け足したりして、しっかり立つ土台を作りましょう。